はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は侍ジャパンが登場したということで、能力変動などに関して軽く触れていき、勝負の侍ジャパン契約書開封をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということで、能力変更などがあった選手をまとめていきます。まずは日本ハム伊藤選手、制球の値が予定よりも1だけ上がっています。オール B に乗ったため見栄えが良くなりました。吸収特殊能力などは特に変更がありません。続いてオリックス宇田川選手、こちらは初登場のため能力判明になります。残念ながらデフォルト QEA には乗らず、称号で QEA に届く形になりました。球種の方は4球種となっており、フォークスプリットの組み合わせを持っています。現状の変化量の差だとリアタイでは厳しいでしょう。今後に期待です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてソフトバンク近藤選手、こちらは能力変動ではなく登場する球団の変更になります。2022シリーズ2扱いのため、球団が日本ハムになる可能性もありましたが、ソフトバンクとなりました。これは今後このようなケースがあった場合の参考になると思います。続いて投手大谷選手、ワールドスターが通常ステータス扱いだとすると85、70、85が順当な値でしたが、大幅変更がありました。球威型となり制球が大幅に上がっています。中継ぎ抑え適性の方も消えているため、リーグ的には弱体化と言えるでしょう。また球種の方は8球種となっており、スライダーの変化量が1上がり、球威も S となっています。また新たにナックルカーブやツーシームスプリット、ジャイロスプリットなどがついたため、リア対面で手のつけられない最強投手となりました。ジャイロスプリットは高めからでも変化量が変わらず、縦スラ回転となっています。特殊能力の方にはタイピンチもついたため、その点でも強いと言えるでしょう。続いて野手大谷選手、ワールドスターが通常ステータス扱いだとすると82、86、80が順当な値でしたが、こちらも変更がありました。ミートとパワーの差が離れ、称号でパワー S が可能となっています。また守備の方はセンター適性が消えていますが、あまり影響はなさそうです。特殊能力の方は広角打法がついていますが、今までは超広角打法だったため、そこは若干痛めです。ただその分第3特殊能力の方に存在感がついています。変更点があった選手の紹介は以上となります。そして重要なのが大会で使えるかどうかに関してです。昨日も触れた通り、あくまで検討という形ではありますが、現役侍ジャパンの選手はいずれ使えるようになる可能性が高めです。ただこれはユニフォームが差し替えられたタイミングでの話となっており、ユニフォームの差し替えは2024年2月末が予定されています。そこまでの大会は使えない可能性が高いため、今継承するのはあまりお勧めできません。リアタイ勢的にはかなり渋めの内容と言えるでしょう。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。撮影している23日3時現在、時間がある限り全力で走っている自分のイベント進捗状況としてはご覧の通り、11周目となっています。1等の S ランク 30% 契約書は1枚当たっている状況です。今回の開催はグランドオープンに持ち越せるため、全力で契約書をかき集めていきます。最低50周を目安に久しぶりに限界まで走る予定です。毎回の動画でイベント進捗状況は報告していきますので、進みの目安としたい方は参考にしてください。続いてはドリームキャラバンの累計報酬、侍ジャパンの優勝報酬で2枚の S ランク契約書があるということで、こちらの方を引いていきたいと思います。まずは第2弾の契約書を引き、その後に共通の契約書を引いていきます。第1弾の無料ガチャでは大谷選手が引けていますが、リーグ的には強化ができていないので、ここはリーグで使える選手が来てほしいところです。そして侍ジャパン第2弾、自分の狙いの選手としてはテロップの通りです。基本的にはほとんどの選手を極みにできるため、当たりの確率はかなり高めとなっています。意外と野手大谷選手などが当たってしまうと扱いに困ってしまうため、無難に他の A 能力のある選手を当てたいところです。ということで、まずはドリームキャラバンの累計報酬、侍ジャパン第2弾の契約書の方を開封していきます。お願いいたします。さあ、第1弾ね、大谷選手のピッチャー出てめっちゃ喜んだんですけど、実際のところ大会しばらく使えないし、リーグも更新できないっていうことでね、ちょっと強化にはなってないので、ここのね2段の契約書と共通の契約書でいい引きしたいところです。さあ、お願いします。誰が来る？
おー、来ました山本由伸選手、これは勝ちでしょうということでね、まあいい引きが続いています。続いて共通の契約書を引いていきます。さあこの流れで侍ジャパン第1弾第2弾共通の契約書の方を引いていきます。お願いします。まあ合計3枚の無料配布になったんですけど、まあ大谷選手がリーグにオーダーには入らず、今山本由伸選手引いたのはまあオーダーに入るので、ここでねもう一人オーダー入る選手引ければまあ結構ね基準点にはなってると思うので、いい引きしたいところお願いします。 OK 山川選手、OK です。山本由伸選手山川選手ね、両方極みで済む選手なので、いやーめちゃめちゃ嬉しいですね。ということでいい引きできました。 OK です。続いては本日の更新で消費スタミナ2分の1が来たということで、簡単なポイント解説をしていきます。ポイント1つ目、 V ロードと試練のどちらを回ればいいのかに関してです。経験値 1.8 倍に重なる激アツ期間の開催となりますので、基本的には V ロードを推奨します。ただ最近育成系イベントがなかったこともあり、試練アイテムが不足している方もいると思いますので、人気応変に試練も回っていきましょう。ちなみに自分は試練アイテムを集めたいため、 V ロード多めではありますが試練も少し回り、得点は経験値を選ぶ予定です。参考にしたい方はしてください。続いてポイント2つ目、 V ロードは自動試合で回りましょう。スタミナ2分の1は他の育成系イベントに比べて圧倒的に少ない消費エナジーで V ロードを一周できるため、たくさん周回することが大事となってきます。時間効率を意識して自動試合で進めていきましょう。ちなみに早い方だと20分で V ロードを一周することが可能となっています。続いてポイント3つ目、 V ロード1周あたりにかかるエナジー数に関してです。消費スタミナ2分の1では24エナジーの消費で1周が終わります。そこから日本一の周回報酬の10エナジー、ストーブリーグの報酬が4エナジーと考えると約10エナジーで1周することが可能です。また周回報酬では50エナジーや100エナジーなどが用意されている週もありますので、人によってはエナジーが増えるケースもあるでしょう。続いてポイント4つ目、普段より強いオーダーを組みスピリッツさを話しましょう。具体的な数値に関しては V ロードの難易度や進み具合によって異なるので言い切ることはできません。ただ普段組んでいるオーダーよりもスピリッツが3000くらい高いオーダーを組んでおくとストレスなく周回ができるでしょう。自動試合は自分が思っている以上に負けるため警戒するようにしてください。続いてポイント5つ目、試練をやる方は試練大解放を行い2倍試合の自走差で行いましょう。試練の自動試合に関しては1試合あたりの報酬が半分となってしまい、周回する意味が薄くなってしまうので自走差を推奨しています。また2倍試合に関してはチケット獲得枚数などが半減する他の育成系イベントでは推奨はしませんが、スタミナ2分の1ではそのようなものがないので推奨しています。積極的に使用して時間効率を上げていきましょう。続いてポイント6つ目、 V ロードを回る場合でも試練は毎日15試合はこなしましょう。試練では1日3回まで試練カードチャレンジというものが用意されており、回収するには15試合が必要となっています。そのため15試合までは1試合あたりに獲得できる試練アイテムの量が多くなるため、毎日試練15試合を心がけていきましょう。続いてポイント7つ目、回る V ロードの難易度に関してです。こちらに関しては A ランク中心で育成するか B ランク中心で育成するか、周回報酬がどのくらい取れているかなど各自の状況によって変わってきますので、正解はないと言えるでしょう。各自の状況に合わせた判断をしてください。ここで周回数を稼ぎ S ランク契約書を取りに行くのも大事となってきます。続いてポイント8つ目、自分にとって都合のいい方のグループを選びましょう。どちらのグループを選んだとしてもやれる時間の合計は変わらないので、自分の時間が空いているグループを選んでいくのがいいと思います。予告期間中のグループ変更は何回でも可能ですので、変更の必要がある方は今のうちに所属グループを変更しておきましょう。スタミナ2分の1の解説、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は4月についてまとめた動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。